根底から覆すような、飛びます、上がります。はい、皆さんこんにちは、関浩太郎です。今回ですね、ゼビオグループさんにお声掛けをいただきまして、ステルス2シリーズですね、これドライバーですけども、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンとありますので、これのですね、今回は HD タイプですね、こちらを私打ちまして、インプレッション皆さんにご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまず5ウッドを打っていただきたいと思います。はい、これめちゃめちゃ薄いですね。フェース面も大きいですし、投影面積も随分大きいんじゃないかなと思うんですよね。あ、本当だ。3番4番5番フェアウェイウッドって4番よりも3番の方がヘッドがこう大きくなっていくっていうのが普通ですけど、5番ウッドでこれだけの大きさって、これ各社のその他のメーカーの3番ウッドのしかも大きめみたいなサイズ感ありますね。まさにヘッド体積がですね、はい、5番ウッドでありながら 185cc あるらしいんですよ。185cc、 僕がジュニアの頃のドライバーのヘッド体積ですね。スプーンでも 180cc 超えてるものはかなり大きい方ですよね。ですよね、はい、すごい。これは皆さんちょっと優しいんじゃないですか。フェースの高さもすごく薄いですから、もう打つ前から上がって飛ぶんじゃないからというのはもうムンムンとしますけども、いきましょうか。ここでしたね、今ね、当たったのね、ここ。これ僕いつも8番アイアンとか7番アイアンの球の高さですよ。217、5番ウッドですよ。飛ぶ。ヒットポイントはですね、ほんの気持ち下目、遠目です。芯ではありません。まだ飛びます、上がります。これはいいぞ。ちょっとね、どんどん飛ばしたくなる。これはまずまず芯に当たりましたね。飛んでますね。飛んでますね。もうちょっと芯に当たりますよ。なんかね、どんどん飛ぶな。高さも出てますね。高さもすごいな、これ。球が弱くならないんですよ、上がっててもね。その辺はやっぱりガイブラ的な、日本のモデルはやっぱこういう薄っぺたいものとかやっぱありますけど、やっぱりこう上がるだけ上がるっていう感じが、前に行かないんですね。そう、それはあるんですけど、もうガンガン前に前に、打ち出しはポンって高いんですけど、そこからもう前に前に行くんで、そういう意味だと、ね、上がるだけじゃないっていう、優しいだけじゃないっていうところが上級者も使えるっていう、満足いくっていうところでしょうね。5番ウッドでこの飛距離か。3番ウッドとかすごそうですね。僕よくそのレッスンでスイング理論みたいなのはもちろんレッスンしてますけども、あのスイング理論だけだとやっぱりスコアっていうのは縮まっていかなくて、マネージメントで、ね、ドライバーの飛距離が伸びただけだとスコア縮まりません。はい、そこでですね、ドライバーっていうのはやっぱりいくら上手くなってもどうしても曲がってしまう心配が拭えないクラブです。その時に、ドライバーが心配だなっていう自分の調子だったり、ホールのねロケーションだったりした時に、これだけは曲がらないよ、ね、なおかつドライバーとなるべく近い距離が出るよっていうクラブがあるかどうかっていうのは、めちゃめちゃスコアマネジメントとしては非常に大きな役割になります。そのですね、将棋で言えば駒、これを持ってるか持ってないかでもう勝敗はもう全然変わってきます。はい、なのでそれがね、まあユーティリティだったりとかフェアウェイウッドだったりするんですけども、やっぱりね、アマチュアの方でプロなんかはドライバーから3番ウッドに変えるっていうのはよくテレビで見ますけども、技術的にですね、アマチュアの方はドライバーから3番ウッドに変えてもリスクとしてはあんまり変わってないかなって、ちょっとだけ減ったかなっていう感じがします。なので僕は5番ウッドもしくはユーティリティぐらいまで下げることで、ドライバーのそのリスクっていうのはあのぐっと減らせてスコアアップにつながりますよっていうふうによく言うんですけども、
これ5番ウッドですから優しいです、3番ウッドよりも。なのにこのぐらい従来の3番ウッドなりに飛距離が出てしまうので、これはもうベストスコアね、非常に役立つんじゃないでしょうか。はい、もうちょっと打ちたくなりますよ。でね、下目に当たっても球が上がるんですよ、捕まるんですよ。なのでもう本当にね、フェアウェイウッド苦手な方でも全然楽に打てますし、フェアウェイウッドが苦手じゃなくてもですね、やっぱどうしてもフェアウェイウッドっていうのは傾斜がちょっとあったりとかライが悪かったりすると、やっぱアイアンの方がいいんじゃないですかっていうのもラウンドレッスンとかでねよく言いますけども、これだけボールが上がってくれるとですね、ちょっとの傾斜でもちょっとのライが悪くてもですね、もう全然これフェアウェイウッドで攻めていけるんじゃないかなっていう優しいフェアウェイウッドですね。はい、でステルス2の飛距離がもう全然味わえるっていうフェアウェイウッドですね。はい、では続きまして、はい、レスキュー打っていただきたいと思います。はい、HD でレスキューが出るのは、今回は初めてじゃないかと思いますね。そうそうそう、シャフトがこうドライバーからフェアウェイウッドユーティリティでずっとこの赤転生で揃えていただけてるのもすごくありがたいですよね。同じフィーリングで打てるので、ドライバー買った人はやっぱフェアウェイウッドユーティリティ揃えた方がいいですし、まあ、ユーティリティだけ買ってあすごくいいじゃんってなったら、フェアウェイドライバーも揃えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、もう打った感じ、8番アイアンぐらいですかね、難易度的には。うわ飛んでますね。はい、飛んでる。ユーティリティもう本当に練習なしです、一発目第一印象最高です。221ヤード、すごいですねこれ。しかもこれ23度ですから、この上がもう一つ、はい、20度があります、ね、20度があります。なのでドライバー、20度のユーティリティ、23度のユーティリティ、5番アイアン、こういうセッティングでも、フェアウェイウッド苦手な方は良いんじゃないかなというふうに思います。シャフトがですね本当に打ちやすい、ドライバーフェアウェイウッドときて、ユーティリティのシャフトしなり方が本当に合わせてくれているので、重量もしなり方もこう徐々に本当に合わせてくれているので、非常に統一感があって芯に当たります。はい、これは200ヤード超のところから、手前バンカーであっても、普通だったら僕手前バンカーだったらちょっと奥行っちゃってもいいかなとか、手前にワンバウンドさせてサンドウェッジでスピン効かせてピタッとみたいな、マネージメントでやりますけども、これ手前バンカーとか手前池とかでもなんかいけちゃいそうな気がしますね。マネージメント哲学みたいなのはもう根底から覆すような、飛距離性能ですね。はい、意外と音が静かですね。あ、そうですね、これもですねかと思いました、はい、ドライバーフェアウェイウッドユーティリティに行くにつれて音質を柔らかくしていってるっていう感じがしますね。はい、やっぱコントロール性みたいなところにやっぱ配慮してるんですかね、その辺ね。だと思います。球持ちがめちゃめちゃ長く感じるので、もう本当に軟鉄鍛造、まあバラタってもう皆さん打ったことないと思いますけどすごい柔らかいボールで、軟鉄鍛造のアイアンを打ってるかのような球持ちの長さ、イコールコントロール性が高いということになりますね。なんでこれ HD ですよね、ですけどもう本当に優しく上がってフェアウェイウッドとかね、長めのクラブロングアイアンとか苦手な方はもうすごく武器になると思いますし、上級者もこれ使っていただけるんじゃないかなという思うユーティリティですね。はい、続いて、はい、今回新しくラインナップされたステルス HD アイアンはい、を打っていただきたいと思います。これねすごい、これ7番アイアンですけど、ここに7って確認するまではこのフェース高の低さ、フェース長の長さ、ね、で中空ですかね、
スリットも入ってますし、これユーティリティかなっていう風に、アイアン型のユーティリティかなっていう風に思います。これどんな打感が出るんだろう。飛距離とかね、もうなんかちょっと打つまで全然想像つかないですね。いきますよ。スイートエリアの広さ、弾けの強さは、やっぱりユーティリティの感じですね。ただ今ね、シャフトがちょっとこう多めにしなって、ぐっとこうこっち側にシャフトがしなることで結構下の方にね、当たりましたけど、全然ボールは上がってますし、捕まってますし、飛距離も出てますね。これ芯食ったら200以上絶対飛ぶな。いきますよ。これも思ったより音が静かですね。そうですね、弾けはやっぱりこう強いんですけど、音尻っていうんですかね、あんまりこう反響しない感じにサウンドチューニングされてて、そんな派手な音じゃないですね。はい、9番アイアンぐらいの高さですね、今僕が普段打ってる。おー、飛びますね。飛びますね。これロフト何度ですか。これなんと30度なんですよ。30度か。だから飛び系アイアンではないんですですね。あんまりね、やっぱり最近どん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 ロフト立ってますけど、構えた瞬間にこう7って書いてあるけど、あんまりロフトが立ってるとちょっとこう構えた時の印象でスイングも変わっちゃったりするんですよね。なんですけど、これ30度でこの飛距離っていうのは、構えた時の威圧感みたいなのが、まあロフトもそんな立ってないっていうのもありますけど、フェース高がすごく低いので、構えた瞬間にもうこれ絶対ボール上がるでしょうっていう、全く威圧感ゼロっていうか安心感しかない見た目で190ヤード弱飛んでるので、普通のヘッドスピードの方でももう170とかは飛ばせると思うんですよね、はい、これはもうアイアン飛距離が欲しい人、捕まえたい人、ボールを高く上げてね、グリーンにピタッと止めたい人、これはもう非常にこれも武器になるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、ロフトが立ってないのに飛び系アイアンのように飛距離が出て、はい、しかもボールはすごく上がるという、はい、そんな特性ですよね。そうですね、やっぱりロフトを立てて飛ばすっていうよりも、この低重心なのと伸身度なのが、この反発だったりとか球の上がりやすさっていうところで、テクノロジーで飛距離を出すっていう、まあ、テーラーメイドらしい発想でしょうかね。ちょっと特徴のあるヘッド形状だと思うんですよ。ヒール等もヒールも低くて、はい、でなんとなく重長でユースも入ってて、はい、その辺 の, そのヘッド形状 の, その違和感みたいなものありますか。ですね、違和感というよりはもう安心感でしかないんですけど、普通はヒールからトーに行くにつれてこう高くなってるのが普通のアイアン形状なんですけど、ヒール側とトー側のヘッドの高さが、まあ多少はもちろんありますよ、なんですけどほぼ一緒なんですよね。なので本当にね、芯が広く感じる。ヒール側に当たっても頭側に当たっても、これだけ低いからかなり下目に当たっても、もう相当広いっていうのは構えて打つ前にもう安心感があるヘッドですね。でそういうヘッドたまにはあります、たまにはあるんですけど、まあでもこの高低差はやっぱ僕初めてですね、はい、なんですけど、かなり低重心っていうモデルはやっぱ日本のブランドにもやっぱあるんですけど、そういうブランドはやっぱり芯ですね、スイートスポットが低重心ってことはかなり下目にあるので、ダウンブローに打てないスイープ、さらにはアッパーブローになっちゃってちょっとこう下目下目に当たっちゃうボール上がらないっていう方にはすごくいいんですけど、多少打ち込んでいくとちょっと厚めのところにこう当たっていくと、なんじゃこりゃっていう打感になっちゃうっていうモデルが多いんですけど、これは今打ってて払ってちょっと下目に当てたりとか、ダウンブローに打ってちょっと上目に当てたりしてるんですけど、
打感、弾け感、飛距離、方向性変わんないんですよ。なので本当にライによってですね、ちょっとこう浮いてるところは払って打ったりとか、少し沈んでたり左足下がりのところはダウンブロー打ったりとかっていう、上級者でもしっかり使いこなせて、初心者、もっと言えばこれからゴルフを始める、入門者にもすごくおすすめしたいアイアンですね。やっぱクラブって優しいアイアンじゃないと変な癖つくんですよ、なのでキャリアの浅い、これからゴルフを始めますよっていう方、このぐらい優しいクラブを使うとやっぱりどん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 上達、悪い癖がつかないです、ね、これは僕レッスンプロの経験として言います、はい、これ非常にゴルフをうまくさせてくれるアイアンかなっていうふうに思います。はい、今回ステルス2のですね HD シリーズ、ドライバーフェアウェイウッドユーティリティアイアンと打たせていただきました、ステルスと言いますとこれ2になりましたが、若干、ハードヒッター向けのブランドになりますが、この HD でしたら多くのゴルファーにですね、使っていただけるんじゃないかなと思います、このステルス 2HD シリーズですね、とても優しいクラブですので、皆さんぜひお近くのですねゼビオグループ各店で試してみてください。